レナの部屋。こちらの資料できましたので確認をお願いします。それと次の会議の資料を出しておきました。おお、いつも仕事が早いな。助かるよ。じゃあこっちのリスト整理をお願いしてもいいか。はい、わかりました。俺の名前はカズキ。陰キャの割に日々頑張っている会社員だ。なぜ陰キャの俺がここまで仕事を頑張っているかというと、憧れの人がいるからだ。カズキくん、この前のヘルプありがとうね。今度何かお礼させて。あ、いや、そんな大したことしてないし、それに俺の方こそいつも助けられてるから。そっかな。じゃあ後でそのリストの整理手伝うよ。ありがとう。この人はレイナさん。その美しい容姿からも人気が高いが、何より仕事面で頼りがいがあるので上司部下問わず人気だ。レイナさんは俺の同期で、入社当初から気になる存在だった。あなたが一緒に入社したカズキくんだよね。私はレイナ。これからよろしくね。あ、うん、よろしく。カズキくん、これわかんないんだけど、どうするんだっけ。これはこのソフト使ってやると簡単だよ。そうなんだ、ありがとうカズキくん。はあ、ミスしてしまった。落ち込んでる場合じゃないけど、ショックだな。カズキくん大丈夫？実は私も昨日ミスして怒られちゃったんだ。これあげるから元気出して。みんなには内緒だよ。ありがとう。陰キャな俺なんかと話すこともないだろうと思っていたが、レイナさんはこんな俺に対しても気さくに話しかけてくれて、話すたびにその思いは大きくなっていった。レイナさんがくれた飴おいしい。甘くて癒される。レイナさん内緒だよって可愛かったな。でもレイナさんは誰にでも優しいから、別に俺だけが特別ってわけじゃないんだろうな。男として見てもらえなくても、せめて頼れる同僚くらいには思われたい。そのためにもっと頑張らないと。初めは俺なんかがと思っていたが、レイナさんの前で情けない姿を見せたくない、頼られたい、そんな不純な動機で仕事を頑張り始めた。そんなある日の会社終わり、俺はレイナさんに呼び出された。レイナさん、仕事終わりに少し時間くださいって一体なんだろう。ごめんなさいレイナさん、お待たせしました。カズキくん、お疲れ様。来てくれてありがとう。うん、それよりどうかしたの？ちょっと駅まで歩かない？レイナさんと会社以外で話すなんて、しかも二人っきり。どうすればいいんだ。あのね、実は私カズキくんのことが好きなの。聞き間違いかな。うん、私カズキくんのことが好きなの。嘘だろ、こんな俺がレイナさんに告白されるなんて、絶対嘘に決まってる。入社した時から人一倍頑張ってるカズキくんを見て、すごく素敵な人だなって思ってたの。仕事に真剣に向き合って誰にでも優しい、そんなカズキくんが好きです。俺の頑張りは無駄じゃなかった。無駄じゃなかったんだ。俺もレイナさんのことずっと好きでした。こうして俺は地道に仕事を頑張った結果、憧れだったレイナさんと付き合うことができた。そしてついにレイナさんと初デートをすることになった。憧れだったレイナさんとデートできる日が来るなんて夢みたいな気分ではなく、ガチガチに緊張していた。おはようカズキくん。おはございますレイナさん。もしかしてカズキくん緊張してる？ちょっとだけね。自慢じゃないが、今まで女子と付き合ったこともないので、もちろんデートも初めてなので、緊張せずにいられるわけがなかった。これ以上近づいたら変態だと思われるかな。いやいや、いつも仕事場だともっと近い時もあったような。正解がわからない。ちょっと遠くない？隣歩いてもいいんだよ。いや、それはまだちょっと。
最後のワンちゃんのシーン泣けたね。うん、そうだね。やばい、緊張のせいで映画の内容が全く入ってこなかった。っていうか、今日レイナさんと何か話したか？俺ろくに話せてない気がする。結局終始こんな状態でレイナさんとの初デートは終わってしまった。デートといえば手をつなぐなんてことを想像していた俺だが、それどころか隣を歩くことすらまともにできていなかったような気がする。その後の2回目のデートではなんとかレイナさんの隣を歩くことになれ、少し距離も縮まった気がするが、はあ、今日もダメダメだった。会話が持たないというか、何を話したらいいかわからない。職場だと仕事の話で成り立つからな。趣味とかテレビの話とか、いや、それでも会話が続く気がしない。このありさまで自分の経験のなさを嘆くばかりだった。今日はレイナさんと付き合って1ヶ月の記念日デート。俺は今まで以上に気合十分だった。今日こそは絶対に手をつないでみせる。この日のために何十回もイメージトレーニングもしたし、手をつなぐシチュエーションも数パターン考えてきた。大丈夫、俺はレイナさんの彼氏なんだから。まずは歩きながらさりげなくつなぐ。あっちのお店屋さんかわいい。行こう、かずきくん。うわー、今手が触れそうになった。いや、手をつなごうとしてるのに触れるだけでびっくりしてどうするんだ。もっとしっかりしなきゃ。でもこんなに可愛くて神々しいレイナさんに触れるなんて。かずきくん、今日は手をつなごうとしてくれてるみたいだけど、なかなかうまくいかないな。思い切って私からつないでもいいけど、そんなことしてかずきくんにかっついてるとか思われないかな。はあ、早くかずきくんと手をつなぎたい。かずきくんに触れたいのに。かずきくんが手をつなげるように私がサポートしないと。はい、飲み物を買ってきたよ。手をつなぐのが無理ならまずは触れるところから。飲み物を受け取るときに手が触れるチャンス。ありがとう、レイナさん。あ、うん。もう、カズキくんたら、次こそは。レイナさんが近い。今がチャンスなんじゃないか。さあ、今がチャンスよ、カズキくん。手を握って。手を。来て、カズキくん。ダメだ。レイナさんを前にするとどうしても緊張してしまう。もう、あと少しだったのに、どうして手をつないでくれないのよ。私はこんなに触れたいのに、カズキくんに触れてほしいのに。私はこんなに思ってるのに、カズキくんには伝わらないの？ダメ、もう我慢できないわ。ああ、せっかくのチャンスだったのに、今日も手をつなげないで終わるのかな。カズキくん、今からうちに来ない？え？今から？まだレイナさんが行きたいって言ってたところに行ってないけど。そんなのどうでもいいから。え？さあ、行きましょ。やばい、俺なんか怒らせちゃったかな。しかも、なぜかレイナさんの家に来てしまった。不安と緊張で立ってるのがやっとだよ。いきなりうちに来てなんて言ってごめんね。せっかくデートしてたのに。うん、それはいいんだけど、一体どうしたの？カズキくんが私に触れてくれないのが悪いのよ。私、ずっとカズキくんに触れてほしかったのに。付き合って1ヶ月も我慢させられてるんだもの。今日だってなかなか手を握ってくれないし、それとなくタイミングを作ってもちっとも触ってくれないだもの。ごめん、そんな風に思ってたなんて。俺もレイナさんに触れたかった。でも女の人と付き合うのとか初めてで、しかもこんな可愛いレイナさんが相手だから余計に緊張しちゃって。分かってた。カズキくんのそういう純粋なところも好きなんだよ。でもね、もうダメなの。私が我慢できそうにないわ。うわっ、レイナさん。カズキ君。
くんの純粋さもドキドキも緊張も初めても全部私が味わってあげる。和樹くんが触れないなら私が触ってあげる。今から私になれるための猛特訓よ。猛特訓？そう、和樹くんは私に身を委ねればいいのね。簡単でしょ。さあ始めましょうか。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。